100万の命の上に俺は立っているは、山川直樹、直明特による日本の漫画。略称は俺100。別冊少年マガジンにて2016年7月号より連載中。2021年7月時点で累計発行部数は200万部を突破している。週刊少年マガジン編集部の主催する漫画賞。 マガジングランプリで2014年9月期化作となったオープンワールドゲリラノードの王道を連載化したもので受賞作は原作の山川直樹自身が青年漫画風のリアルな作画をしていることを除けば連載版の3週目とほぼ同じ展開となっている4週目以降はそれぞれに現実世界の問題を反映したクエストとなっており単行本のエピソードのの原作者解説では ゲーム内設定と並んで現実世界の説明が取り上げられている。人間嫌いの中学生四谷とモスケは、ある日の放課後、唐突に異世界に3人目のプレイヤーとして召喚される。ゲームマスターを名乗る未来人から完全攻略まで、残り8週のクエストをクリアするように一方的に告げられた四谷は、クラスメートの振道コロモ堺と箱崎レナイマ松と共に、 クエストに挑む。単独行動しつつも、自分より強い二人を死なせないと奮闘し、クエストをクリアする四つ屋だったが、集会ごとのクリア報酬で、最終的に東京でドラゴンと戦わされることを知り、自分が頑張らなければ大嫌いな東京を滅ぼせる、可能性に気づく。恋の孔は、テレビアニメ版の声優。六週目終了時点で八つのチームが確認されている。 日本のプレイヤー他国のプレイヤー4週目から15年が経過している。5週目から17年が経過している。プレイヤーは異世界ではバーチャルの肉体になる。通覚が36分の1になり、傷を負って持ちが流れず、死亡してもプレイヤーの数10秒で復活できる。ただし、捕食されたり復活してもすぐ死ぬ状況だと、復活できない。また、 体の一部が捕食されると胃を引き裂くか排泄されるまで再生しない。異世界でのパラメーター上昇、過去は完全ではないが、元の世界でも引き継いでいる。異世界人はプレイヤーを一目見ただけで勇者だと認識する。それぞれの職業ごとに、本来の身体能力からの補正値が定められており、基本的には元の能力より強化されるが、魔術師系のみは MP と、 魔力以外のパラメータすべてが80%となっており弱体化する。パラメータ補正はランクが1から2に上がるときに2%、それ以降は1%ずつ上昇。ランク10になると10%分上昇したことになり、次の職業に転職すると次の職業にランクアップボーナスが追加される。プレイヤーは召喚時にゲームマスターがルーレットを回し止まった職業になる。 ランクが10になると時間が止まり再びルーレットを回し、服装、武器、スキルとステータスの一部を引き継いで、新しい職業になる。ランクアップのための経験値は魔物を倒す、魔法を使う、雑食限定で料理を作るなどその職業の技術を使うことで経験値を得られる。人間を過剰に攻撃すると経験値が下がる。武器や服は、アイテムボックスに収納されて何もない空間から、 自由に取り出しできるが、鍛冶やプレイヤーが作成したものを除けば、自分以外の武器や服はすり抜けて、使うことができない。腰埋めから追加されたシステム。一度行った場所に一瞬で移動できる。条件は、全員が生存状態で一箇所にいる。全員一緒にしか移動できない。異世界の人、生物、建物は移動できない。一度使うと次に使うまで24時間の。 待機時間が必要。異世界に飛ばされて、ゲームマスターの指定するクエストをクリアすれば、元の世界に帰れる。完全攻略まで10回のクエストが行われ、集会ごとに一人ずつ勇者が増えていき、最終的に10人でクリアすることになる。集会ごとのクリア報酬で、初参加のプレイヤーが、ゲームマスターに一つ質問する権利がもらえる。ただし、 家庭を交えると家庭が間違っていた場合は質問への答えはない。クエストクリアから次のクエストまで異世界では20年、前後の時間が経過している。第1シーズンが2020年10月から12月まで、第2シーズンが2021年7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された。5週目のクエストまでは原作に準拠しているが、6週目は、 原作とは異なる、イフ展開を描いた小説、死での旅編が元になっている。第1シーズン第1話は通常版に、加えてイラストやを用いた、訳けあり版が制作されており、地上波最速放送及び、インターネット最速配信では、後者が使用された。また、各回のエンディング後には、本編ストーリーとは直接関係がない、ミニコントコーナー、 ゲームマスターによる嘘次回予告とじゃんけんのコーナーが挿入されている。2021年9月29日に全24話を収録したブルーレイボックスが発売予定。ありがとうございます。